東武本線と東武東上線伊勢崎、線起点浅草駅は、本線のターミナル、東武本線とは、東武鉄道の路線のうち、伊勢崎線、日光線とそれらに接続する路線の相対。東上線系統を除いた東武鉄道各線を指し、離れている2つの路線網を便宜上区別するために、使用される概念の一つであるため、実際に、 東武本線という名称の路線は存在しない。東武鉄道が東上鉄道を対等合併し、互いに接続しない路線網を持つことになった。この最旧東上鉄道線を東上線系とした一方、当時存在していた軌道線や熊谷線などの独立路線を除く、元々の東武鉄道線を本線系と区別したものである。その後、 機動線が廃止され、1983年に、東部最後の独立線区となっていた、熊谷線が廃止されて、以降は、東上本線小瀬線以外の路線を、本線として総称している。以前は、本線のみを指して、東部線とする場合もあったが、現在ではあまり例がない。また、伊勢崎線日光線など東部の幹線を指す概念でもない。 東京の浅草駅、押上駅、北千住駅を中心点に、日光、絹川温泉、宇都宮、桐生、伊勢崎、佐野、小泉、野田、亀戸、西新井大師方面へ放射状に路線が広がる。伊勢崎線、日光線を軸として各線が接続し、亀戸線、大師線を除く全線で複数の路線をまたぐ、直通運転が行われている。 東日本旅客鉄道、東京地下鉄、東急電鉄、野岸鉄道、合図鉄道の各車線と直通運転を行っており、また、有料、座席指定の特急列車も運行されるなど、関東地方から東北地方南部にかけての広域鉄道網の一翼を担う。駅構内や列車内に張り出される停車駅案内図は本線全体を記載している。 厚生路線廃止路線なお、かつて存在していた、熊谷線や伊香保軌道線、日光線と接続していた日光軌道線と、その日光軌道線と接続していた日光工作鉄道線、及び未成線の渋川線は、本線系並びに東上線系のいずれにも属さない、独立路線としての位置づけであった。また、かつては、 西板線が本線系と東上線系とを連絡する路線として計画されていたが実現には至らなかった。両系統路線群間での車両の転属回送経路としても計画されていた西板線が未成に終わったことから両系統路線群を接続する路線を有していないため本線、野田線と東上線との間で車両を輸送する場合は 秩父鉄道秩父本線が使われている。ありがとうございます。